聖火学園高等学校は山口県山口市にある私立の広域通信制高等学校である。設立者は学校法人山口聖火学園。山口県に本拠を置く学校としては初となる広域通信制高等学校として2009年に開校した。当初は上市立基地部小学校級校舎を本校舎としていたが現在は 山口県山口市に新たに本校舎を新設している。本校舎の他に、宇部市松島町の山口宇部校を中心に全国に38カ所の学習センターを構え、それぞれの校舎で入学から卒業までが可能となっている。通信教育による自宅学習とスクーリングの併用で授業が行われる。前期、後期の2学期単位制で、新入生を4月と10月に、 転入、編入は随時入学を受け入れている。自宅学習時のレポートの提出は、各教科2から12枚程度。山口本校では2014年度新入生から、在籍中に、最低にコースに参加することが義務付けられた。ここでは、突起があるもの以外、山口本校のコースについて紹介する。なお、山口本校のコース以外にも、各校舎ごとに、 様々な特色あるコースが用意されている。ありがとうございます。